ウェイスコちゃんです。今回ですね、ブロスター1地味なキャラクターコレットを紹介していこうと思うんですけど、こいつブロスター YouTuber の動画の中でこのキャラクター見たことありますかっていうぐらいマジで最近見ないじゃないですか。でね、こいつ何がなんかこの中途半端かっていうと、強すぎることもなく、タンクメタなんですけど、なんやろモティには強いんですけど、なんで誰も使わないんですかね。やっていきましょう。はい、今ね、結構タンク環境なんで、敵にも、エルプリも来たのめちゃくちゃありがたかったんですけど、こいつね、射程、そこそこありの、弾速度がえげつなく速いんで、弾よけとかいう概念がね、結構ないんで、その辺が強いんじゃないかなと。で、ウルトで押しつぶしたり、もできるんで、で、この、パーセントダメージなんで、どんな敵が来たとて、ウルチャは、通常2発、ウルト1発で倒せるんですよね。っていうぐらい結構いい感じのキャラクターなんですけどさ、このエルプリモとかも、地味やなぁ。いや、ガジェットとかもね、スタパもガジェットもその特徴的じゃなさすぎるがゆえ、エフェクトとかも普通で、このハート飛ばしてみたいな感じなんで、そそられないんですよね。モーティスとかやったら、攻撃がちょっと派手で、で、なおかつHP 回復とかするから、この読めない動き、そして大無双、できちゃうんですけど、このコレットなぁ。3人連なった時にウルト打ったらなんとかなるんですけど、コレットなぁ、みたいなところあるんで。これもとりあえず勝ってはいるんですけど、勝ってはいる。確かに勝った。だがしかし俺はこの試合を振り返って強かったところもなければ弱かったところもないっていう、この誰の印象にも残らん。やべえ。大丈夫そう大丈夫そう。いや、確かにフランケンとか敵にいたら、バカクソ気持ちいいんですけど、やっぱモーティスにはね、ほど遠いっすね、こいつのインパクトさ。これ当て、結構当てやすいんですけどね、結構弾当てやすいんですけど、なんで誰も使うんだろう。これ2発与えてのウルト。これでマジで全、大体の敵、全部か、全敵倒せるんですけど、意味やからかな。いや、サッカーとかでこう押しつぶしてっていう戦術やったら、確定シュートとかもできるんで、いや、これサッカーとかやったら面白いんかなと。ちょっと重いの。いや、ジェシー行くな。ジェシー行かんでいいよ。オッケー。いやー、もうちょっと使っていきますか。まだわからん。さあ、お目当ての敵、フランケンが来たんですけど、見せてくれんのよ、コレットと。これでちょっと気持ちよくなって帰っていきましょうかと。で、ダイナマイク。いや、このコレットっていうキャラクターね、ガジェットでジャンプとかできたら、めちゃくちゃいいんですけど、やっぱ壁越しの敵倒せないんで、ジャンプして、その壁越しをの敵まで倒しに行けるみたいな性能やったら、ちょっとぐらい人気、出ると思うんですけど、地味ないよな、このキャラクター。こいつだけ服脱がしてみたら、多分めちゃくちゃ人気出ると思うんですけど、そんなんやれるわけもなく、いや、おい、ブル何楽しんでんの、お前早く決めんかい。ナイス。いや、これ、ゴール前のこれ、めっちゃいいね。ゴール前のこれはちょっとさすがに気分高まっていきの、これ打ちつつ。さあ、これもしばきつつ、強いけどな、別に。使うかって言われたら怪しいよな、これ。わかった、これね、多分 YouTuber の人が、やっぱコレットとか紹介しないから、人気ない説ある。例えば、ヤマさんがコルトを紹介しなかったら、もうコルトとかも誰も使わんかった説ちょっと濃厚なんで、で、ダイナマイクとか、やっぱ雑魚で言う、雑魚ければ雑魚ほど逆に有名になるんですけど、やっぱこういうキャラクターって動画にしにくいんで、動画にしにくいと、紹介されないと。紹介されないと、みんな使わないと、いうことで、このコレットの、人気率はもう俺次第みたいなところ、若干はありつつ、おい、姉ちゃんよ。おい。いいね、これ。そう、自分から隠れに行っても、味方にダイナマイクがいる以上、お前に勝ち道ないんやけど、これはちょっとアグロに行きましょうか。いいね、シェリー。俺も一気にもう、潰していきたいと。よし、いいね。もうやっぱ時短テクニック巻いていきましょうか。頼んだ。OK。さあ、今んとこ全勝なんですけど、
さあさあ続きまして強奪なんですけど、強奪もねこれと強いんですよね。あのエメもサッカーも強くて、あのまあ賞金稼ぎはちょっと使えないかなと、で制圧もねまあまあ全然使えるんじゃないかっていうぐらい、なんかさすが地味キャラクターどのマップにも特化してなくて、どのマップでも使えるっていうこの なんやろこの特化率の少なさが、うん、弱すぎんっていうこの微妙なキャラクター性能のせいでこいつの人気がない、マジで、うん、こいつだけもう頼む、こいつだけ頼む、水着姿にしてくれ、うん、そうじゃないとこいつに人気は出んからさあこれ一緒に巻き込んでいきたい。これ金庫ねめっちゃダメージ出るんで一緒に敵も巻き込んでいきたいんですけど、はい6000ダメージ、はいはいはい、いいねいいね。でこれね怒ってるこのギアのダメージアップ中にちょっと打ちたかったんですけど、まあまあ試合には全然勝てますね、全然もう今んとこ負けなしなんですけど、なんか引っかかるよな。来ました悩みの種モーティス。いやこいつをちょっとしばいていきましょうか。あのこいつを倒せるっていうこのね、あの最近あの現環境モーティスが強すぎて、あの現もうこのモーティスで悩んでる、モーティスで悩んでる人がめちゃくちゃたくさんいる中、そんな中でこのコレットを使うことで、こいつ使えばモーティスを対策できるんやっていうことをね皆さんに紹介して、このモーティス、メタっていきましょうの回、これであのモーティスメタり続けたら、まあ、いつかモーティスの使用率減っていくと思うんで、さあさあさあ、いやこいつしばいていくよと。でこれとりあえずウルト貯めましょうか。 OK。 でこれとりあえずハッチキ飛ばして、ここなんよ、ここなんすよ結局。ウルトで弾き飛ばして、あいいやん、おつえつえつえってなったところで、この分岐点、あの折り返しの分岐点でなぜか、え吹き飛ばねえ、吹き飛ばねえ、えもう折り返しの分岐点でなぜか敵が攻撃できてしまうっていうこの謎の性能のせいで、まあ、なんかたまに死ぬことあるんで、さあこれ当ててんの、さあモーティスかかってきなさいよ、あいええ飛ばねえ、モーティス飛ばねえええちょ待って、えモーティスのために生まれてきたやつやのに、モーティス弾き飛ばせんかったら意味なくね、ちょ頼むって、さあさあ、いや今のは気のせい、今のは気のせい、これをこれ弾き飛ばしての、あこれあ分かる、モーティスが切りかかった時弾き飛ばせませんってことで、あのコレットの人気率絶対上がりませんっていうことが分かりました。以上です、以上が今回の動画です。はい、ということでやっぱこのコレットね、やっぱ一肌脱いでもらわないと、うん、まあそれとりあえずこいつに 水着スキンが来るまでは使用率低いんじゃないかなってことでね、公式さんぜひね作ってくださいってことで、今回ご視聴ありがとうございました。変態やんけ。